はい、皆さんこんにちは。和歌山モン TV でーす。ことみそです。本日やってきたのは桃山町のとうとう庵というお店でございます。籔本畑下農園さんがもう直通の桃をそのままねいただけるお店ということで、めっちゃ人気と聞いてたんですけども、すごい並んでおりました。私たちが到着したのは1時半ぐらいなんですけども、その時点でたくさんの方がパフェを食べている状態でして、まだお昼時なのにね、パフェ食べたりジェラート食べたりしてまして、ちょっと並びまして、私たち名物の丸ごと桃のパフェね、桃が丸ごと、しかも皮ごと食べれる桃らしいんですよ。農薬成分が薄いので、まあ皮ごといただける桃だということで、桃が丸ごとボーンと乗ったパフェをいただきました。私はピスタチオジェラートの乗った桃丸ごとパフェで、伊藤さんが食べたのが取れたてピーチの丸ごと桃パフェですね。もうピーチと桃かぶりしてますけど、桃のパフェをねいただきました。二人がだいたい1個半ぐらい桃が入ってまして、もう本当に最初から最後まで桃ばっかりのパフェで本当に美味しいです。皮ごと食べてもねめちゃくちゃ美味しかったので。その他にもジェラートなどたくさんあります。もまりひめのジェラートなどなどもございます。旬の果物とか地域のね素材を使ったいろんなジェラートがいただけます。通販もやってるみたいです。チョコレート、はい、チョコレート、うん、チョコです。これがあのピスタチオのジェラートですよね、うん、おいしい。あー、これ無理いっちゃう、これ量がもうそこまであったので、本日はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただけるとすごく嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。ではでは皆さん、さようなら。